まさかの土浦いわき原の町駅間でワンマン運転が開始となります。皆さんこんばんは、鉄道総合館です。本日2023年4月21日金曜日、緊急で動画を作らせていただいております。本日ですが、組合の資料の方でワンマン運転の拡大が発表されました。常磐線のワンマン運転拡大です。このワンマン運転拡大にはいろんなものが隠されております。そこを中心にお話していきたいと思います。では本日もよろしくお願いします。常磐線は今年2023年3月のダイヤ改正にて、水戸いわき駅間で一部電車がワンマン運転開始となりました。もともとは水戸線の小山友部駅間と常磐線に直通する勝田行きや水戸行きの一部電車、高萩行きの一部電車で、途中の水戸駅まではワンマン運転を行っておりました。ただ水戸からいわきのワンマン運転というのは今回のダイヤ改正が初めてになります。そしてそのワンマン運転から1年後の来年2024年の3月のダイヤ改正で、さらに区間拡大する計画があるというのが明らかになりました。そのワンマン運転の区間ですが、常磐線の水戸いわき駅間はもちろんなんですけれども、いわき原の町駅間となんと土浦から水戸の間の区間、土浦から水戸の間の区間もワンマン運転となります。これによって土浦から原の町までの5両編成の E531 系の運用の区間というのがなんと全てワンマン運転となります。もちろん一部、10両の運用とか E501 系の運用残るかもしれないんですけれども、これはちょっとまずいなという感じになります。何がまずいかと言いますと、2024年3月ダイヤ改正でのワンマン運転区間の拡大に伴って今 E531 系の付属編成のワンマン運転改造を行っております。そして2024年3月をめどに E531 系5両編成すべての車両でワンマン改造というのが完了いたします。画像で見ますと、今左側に停車している赤色の赤電の車両、こちらカメラがついております。カメラをつけたり、車内にいろんなものを設置したりっていうようなワンマン改造というのを行うんですけれども、その改造が全て5両編成の E531 系で完了することになります。その関係でワンマン運転区間が拡大するというような感じになります。じゃあどういう弊害が出てくるかと言いますと、今ですね E501 系の車両、5両編成の車両ですね、今年のダイヤ改正で4本の運用から1本の運用に減ってしまいました。10両編成は今のところ4本の運用のままになってるんですけども、5両編成の E501 系日中も結構往復してたんですね。水戸からいわきの間かなり往復をしておりましたけれども、その運用というのが残り1本なんですね。言うてしまえば残り1本の E501 系、 E531 系の、日中眠ってる運用をですね少し改良するだけで多分置き換えができてしまうんですよね。あと問題は E501 系の10両編成で運転している列車をどうするかっていうところなんですけど、この水戸とか日立のエリアっていうのはラッシュの時間帯ですね、特に朝の7時台8時台に関しては5両編成だとちょっと厳しいぐらいに混雑いたします。可能性としてあり得るのは E501 系をそのまま使用するというのが一つの方法。2つ目の方法は E531 系グリーン車付きの10両編成を使用するというのはもう2つ目の方法で、3つ目は E531 系5両編成を2本つないで運用する、これが3つ目の方法ですね。で2つ目と3つ目の方法を取った場合、その場合は残念ながら E501 系の運用が消滅してしまうことになります。仮に E501 系の10両編成の運用をそのまま朝夕だけ残して、それ以外の時間帯で E531 系の5両編成ワンマン運転を行う
っていう可能性も一応あるにはあるんですけど、多分労働組合、あとは JR 東日本の会社としては、全区間ワンマン運転で統一をしたいと思うんですよね。過去にワンマン運転を行った相模線や日光線、宇都宮線の宇都宮黒磯駅間、この区間も全ての列車を一気にワンマン運転にしております。常磐線はいろんな事情がありまして、運用区間がすごく長いのと、ワンマン改造を行っていた関係で、新車導入ではなく改造でやっていた関係で、まだちょっと数が足りないというのもあって、今回の2023年3月の水戸いわき駅間のワンマン運転は一部の電車にとどまることになりましたが、まあ、改造が全て完了すると、多分2番目3番目のやり方が一番可能性として高いのじゃないかなと思います。おそらく日立エリアのラッシュ時の対応は、高萩行きの電車を、まあ、基本編成で増やしてっていうふうにやればできてしまうので、ちょっとさすがにですね、そろそろ E501系は危ないんじゃないかなという感じがいたします。皆さんはどんな感じでしょうか。ぜひコメント欄にご意見お寄せいただければと思います。緊急で動画を作らせていただきました。ご視聴ありがとうございました。この動画が役に立ったらいいなと思った方は、チャンネル登録、高評価、コメント、ツイッターフォローよろしくお願いします。本日も最後までご視聴ありがとうございました。扉が閉まります。駆け込み乗車はおやめください。